2番の上杉が6番手少し車間を切り始めました。青番周回4コーナーからホームに帰ってくるところ、正攻法後ろを振り返って1番の山崎、そして3番の山崎翼も後ろを振り返っています。さあまず上杉の上昇に合わせて九州勢切りに行くんですが、中部勢も突っ張っていって、ここは中部勢が出させません。さあ初手の位置取りのまま鐘を迎えます。1番の山崎がここも強気な競争、追走が5番のホーマン、そして3番手が3番の山崎翼、この後ろには7番の八尋、そして田中続いている。さあそして近畿勢が後方から巻き返してまいりました。これは2番の上杉のスピードがいい。6番の片山が懸命に続いていって、さあ3番手以降がちょっと立ち遅れて縦長な展開となりました。さあ2番の上杉飛ばしていくんですけども、6番の片山ちょっとここは前と3車身ほど口が開いています。あとは後方から4番の多田明則、多田が自らまくってまいりました。多田のまくりが現在は3番手まで上がってきています。さあぐんぐん飛ばして2番上杉先頭で4コーナー回ってくる。先頭は2番の上杉、上杉先頭でゴールイン、2着は4番の多田、3着7番の八尋。